なんだ。ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバー、どこだ。いや。無駄だよ、一番。落ち着け。てめえ、こら！俺たちをどうしようってんだ！だから、まず落ち着けって。はぁ？あんたまで何をのんきなこと言ってんだ！俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員、自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃ、始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた、誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前が、マブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長。あの人をなんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。かよし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか？お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもんしょってるじゃねえか。それで堅気とは言わねえだろう。ああ、そこまでずずしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって？なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろ、それ。ほう、なんでそう思う？見たんだよ。事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど。偽札だと承知の上で人民元も盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった？あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か？ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ？さっさとしろ！お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか？ああ、そうだ！いいね。その言葉バッチリだぜ。バッチリ。
なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ青龍会さん。だから俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え、やられたって。異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり半貧龍マン上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は青龍会が龍マンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。ねえ野郎。少なくともマブチはこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちになんとかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。おい、なあ、うん？なあ。マジか。はあ、なあ。ねえ、
おい。おう。おう。ああ。うん。待てよ。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、ずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラウマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ、変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。おめ言葉をありがとうよ。てことで、まずは前菜で。ジジイからだ。